皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。私先日静岡県富士見中学校の塾対象学校説明会、これに参加してきました。今回はその時のお話、これをしていきたいと思います。富士見中学校校長先生新しくなりました。昨年度までは副校長をなさっていた荻原先生、この荻原先生が新しい校長先生になりました。そして塾がなぜこういう学校の説明会に出るか、この一番の理由、これについてもお話ししておきます。塾の先生方が学校の説明会に出る理由というのは、ホームページやパンフレットなどに載っていない学校の情報、これを得るためというのが一番ではないでしょうか。もちろん私もそうです。じゃあこの情報、簡単に学校側が話してくれるかどうかというと、やはりそう簡単には引き出せません。学校側がこう説明しているとき、そういう情報ってやはり出てこないんですよ。じゃあそういう情報はいつ得るかというと、学校側の説明が終わった後の質疑応答の部分、ここで塾の方から学校側に質問して、そういう情報を提供してもらうと、大体このような形になっています。では次は富士見中学校の特徴ですね。まず塾が持っている富士見中学校のイメージと、これ富士見高等学校も含めてですけれど、これはどんなものかというと、まず生徒の面倒見がいい学校と、こう思っている塾の先生方が多いと思います。この説明会の後、いくつかの塾の先生方が集まってお話ししたんですけれど、やはりそのように感じている先生たくさんいらっしゃいました。そして富士見中学校で今一番力を入れていること、それは英語教育の変革、これに力を入れているそうです。バランスよく4技能を身につける、こういう方向でこう生徒たちを指導しているということですよね。そして実際に結果も出てきている。2つ、紹介してみました。1つ目は公立中学で英語ができる生徒、英語が得意だった生徒と比較して、富士見中学校の生徒はリスニングや英語のアウトプットの部分、これが抜群に優れていると、こうおっしゃっています。公立の中学校と富士見中学校どうやって比較したの？これは富士見って中学入試で入ってくる生徒と高校を受験してくる、つまり高校から入ってくる生徒がいるんですよ。高校から入ってくる生徒、もちろん中学校は公立の中学校に行っていましたよね。で、高校から入ってきた生徒と富士見中学校から、上に上がった生徒、この生徒たちを比較するとこのような結果になったということだそうです。2つ目、これは中学3年生の時点で英検の準2級の取得者、この割合がとても高いんですよね。英語教育の変革でこのような2つの特徴、ね、教育上での特徴が出ているということです。では次は来年度の入試についてのお話をします。令和5年度の入試、このようになっています。入試は3回あります。第1回目が1月7日の土曜日、第2回目、翌日の1月8日日曜日、そして第3回目、これが1月21日の土曜日、このようになっています。入試科目、学力検査は国語と算数で、第1回目と第2回目テスト時間は45分、だけど第3回目だけが30分になっています。それが作文もあります。作文は600字以内となっていて、だいたい500字から600字の間で書くようにというお話でした。次は生徒面接、だいたい15分くらいだそうです。生徒1人に対して面接官先生が2人、このような割合でつくそうです。親子面接、これもあります。でも時間は15分程度。それから質
内処理ですね。まずインターネットでまず出願します。そしてその後に自己推薦書と成績通知書の写し、いわゆる成績表ですよね、これを提出するようにとなっています。富士見中学校の入試の情報、このようになっていますけれど、6月に学校見学会があります。富士見中学校の入試、これを考えている皆さんはそちらに参加するともっと詳しい情報、これが得られると思います。今回は静岡県富士見中学校の説明会に参加してきました、とこういうタイトルでお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。